いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2019年式メルセデスベンツ V260 ロングをご紹介させていただきます。まず外装面の状態ですが、ボンネットに飛び石、フロント、左フロントドア複数箇所、左リアドア複数箇所、右リアドア複数箇所、右サイドステップ複数箇所、リアバンパー複数箇所に線傷、左リアドアエッジに傷がございます。走行距離約3000キロ走ったお車です。ボディカラーはオブシディアンブラック、インテリアはブラックレザーとなります。ディーゼルエンジンがちょっと苦手と思っている方必見、白と黒それぞれ125台限定のガソリンエンジンを搭載した V260 ロングが入庫いたしました。安全機能に加え便利な機能を搭載し、デビュー後即完売となるほどの人気車種でございます。走行距離わずか3000キロと新車同等の1台をぜひお楽しみください。エンジンスペックに関しましては、2リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載。最高出力211馬力を発揮します。ヘッドライトには LED が採用されており、夜間走行時の視認性も高く、安全にお乗りいただけます。アルミホイールは18インチアルミホイールを装備しております。続きましてトランクスペースの紹介です。トランクの開閉は電動での開閉となります。スーツケースが収納できる十分なスペースを確保。後部座席を倒しシートアレンジ次第で様々な用途での使用が可能となり、利便性に優れております。続きましてインテリアのご紹介です。インテリアはブラックレザーシートとなります。運転席助手席ともにシートのシワなど目立つ使用感はございません。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングを採用。パドルシフトにてお手元で自由な変速が可能となり、ダイレクトな走行をお楽しみいただけます。アダプティブクルーズコントロールを装着しておりますので、任意で速度設定を行い、サポート機能によって長距離運転など快適なクルージングが可能となります。ナビゲーションは純正 HDD ナビゲーションを装備。バックカメラを装備しておりますので、バックカメラにて後方確認を行い、安全に駐車していただくことが可能となります。シフトに関しては7速のオートマチックシフトを採用。センターのスイッチにて複数の走行モードを選択することが可能となります。フロント両席にはシートヒーターを装備しております。後部座席に関してもシートのシワなど目立つ使用感はございません。今回は2019年式メルセデスベンツ V260 ロングをご紹介させていただきました。メルセデスが誇るプレミアムミニバン V260 ロングでございます。ガソリンエンジンらしいスムーズな走行性と快適な室内空間、使用用途抜群の収納スペースと多岐にわたりご利用いただけるおすすめの一台となります。お探しの方はお早めにご検討いただき、お気軽にお問い合わせ、ご来店お待ち申し上げております。よろしくお願いします。